皆さんお疲れさんです、モータージャーナリストの村長です。あ、ごめんなさい、DIY チャンネルのね村長をやってますんでね、こうやってねキャンプ場を普段作ってたりしてるんですけど、まあ、車の紹介ということで、たまにはねこういう車の紹介とかもねやっていこうかなということで来ましたよ。これベルファイア、納車されました。これエクスクルーシブランジというモデルなんで、今日はねちょっとこれの紹介していこうかなと思います。かっこいいですから。グリル大きいよこれ。だいぶトヨタのマークもね平面になっていい感じじゃないですか。これ19インチ入ってますね。19インチサイズが225-5519ということで225入ってますね。これいいじゃん。ベルファイアのこれなんか光るやつのモデルにしたんですけど、これのパーツがないっていうことでね、また納車されてからということでした。なんて言うんですかこれ、リアランプって言うんですか、まっすぐの赤いラインが入って、ちょっと最近のトヨタ車こんな感じだよね、うん、で E4 ハイブリッドっていうことで、でこれね後ろをこうやって開くんですけど、これ後にしましょうね。まあ、外装はこんな感じですよ。外装でね、このねサイドミラーね、後でちょっと走行のやつ、走行中のやつレビューしますけど、これね見やすいんですよ。これなんでだろう、すごいです。はい、内装いきます。よし、こんな感じで今回はねブラウンの革シートにしました。これはちょっとトウモロコシさっきねもらったんでね、ドリンクホルダーにこうやって入れとくという感じです。まあ、ちょうどねトウモロコシ2本入るということで、ドリンクも2本入るんじゃないでしょうか。ここにはね携帯の充電器、スマホを置くやつあって、ナビも結構でかくてねいい感じですよ。うん、これ今エンジン入れました。こんな感じでここもドアオープンしたりね、AC100V 使えるの嬉しいですよね。これハイブリッドだから、なんか災害の時とかねこの車から電源を取ることもできるということで、これ夜フットランプとかつくんじゃないかな。これちょっと夜まだ迎えてないんでね、また夜のちょっと動画も撮ります。内装ねいいですよ。これナビも大きくて、このシフトはなんていうんですか、プリウスとかみたいな感じですよね。でこん中は冷蔵庫じゃなくて普通のケース、おすごい、2リッターのペットボトル、これ1本丸々入る設計ですね。これ嬉しいな。これカルピスの2リッター入りますから、と水でやるということですよ。ここには USB-C とこれ DC そして HDMI ケーブルということで、ここにもね USB-C とね充電用のやつありますね。うん、いやおすすめですよこれね、豪華。ここにもドリンクホルダーあって、でここにもドリンクホルダーあってね、ちょっと洒落てますよね。でこれ位置をこう決めるやつですね、ピーってね席を。このサイドがねすごい見やすかったんですよね。そっちもこれデジタルインナーミラーということで、ここはこういう感じね。はい、まあ、この辺は同じですね、いろんな車。これ SOS あったり、ここでもオープンできるということですか。後ろ行ってみましょうか。これねオープンしてこうやって開くと、おー開きましたよ。これかっこいいな、いいですよね。よっしゃ後ろ行きましょう。来ましたよ後ろ、こういう感じで。今ちょっとねこれ倒しましたけども、後席こんな感じね。ここにも USB の電源がある。 C ですねこれ、ここも C、 全部これも C ですね。で前側はこんな感じということで、ここにはねピッてこれ押すと2列目がこうやって動くんですよ。おー、いいじゃないですか、こうやって動く、ね、こっちは3列目はこれ手動で動かしていくんですね。これ折りたたんで、これどれぐらい荷物入るかもやってみたいな。よくキャンプね、私こうやってキャンプ場作ってますから、こういう感じでキャンプにもね来るので、この車にもキャンプ道具をこうたくさん積んで、どれぐらいの感じで来れるかっていうのもね今度やってみます。よくこうやって見たの初めてですよ。あ、え、
ちょっと今これ上キュッてこうやって間違ってこう手動でやったら勝手に行くんですね。これはいいですよ。でね、開けるときね、ここなんですよね。ここうやってね、すごいすごい、こういうことですよ。またピット押すと、長押しかやるとこう閉じてくるということですね。はい、おー、電動パワースライドですか、これ。前にこうやって、お、早い早い早い、めちゃくちゃ早い。え、すごいすごい。で、これを倒すと、そしたらすぐ乗り込んでいけるということですよ。後ろから行きましょう。うん、え、これ倒してたらいいですね。こっちは結構ね、2列目を倒してる状態ですけど、こういう感じ。お、ぼちぼち、なんだこれ、え、すごすごい、上から出てくるっていう、自動だ、しかも。へえ、いいじゃないですか。これ、網ついてるってことは、これ、エアコンこっからも出るんですね、きっとね。出ないか、ここは。へえ、ここは、テレビと思いきや、老眼鏡入れですね、きっと。いや、エアコンもこっから来るし、いいな。おお、ライト。ここライトですわ。読書灯。3段階ぐらいあるのかな？ 3 段階、4段階あります。うん。へー。これはいいですね。後ろの乗り降りも結構簡単だ。これは、ね、一個一個こうやって動く感じです。へー。こういじって調整するんでしょう。うおー、これは素晴らしいですね。あ、なんかおしゃれだな、ここも。おしゃれ。すごくおしゃれだ。これを戻します。ここで。ねえ、こうやって。いいじゃない。これで、こういうことか。そう。すごいすごい、なんか。これですね、ステップ。追加で注文したのかな、これ多分ね。登りやすく3段ということで閉じます。どうやって閉まるんだろう。おー、いいじゃないですか。ここにもなんかライトついてたな。はー、これは窓じゃなかった。窓開ける機能じゃなくて、これ何かこうシェードが下がってきますわ、こうやって。窓どうやって開ける、あ、ここだここだ、ここね、これ。すごいですよ。これ上もね、半分半分のあれですよ、なんていうんですか、ルーフシェードって書いてますね。ルーフシェード、これだ。こういうことだ。これも自動。ここ自動。これ上眺めて、星空これ見れて、寝れるじゃないですか、これ。これも、うわー、電気つくねえ。4段階、うん、これもオープンしたりするんですね。ここも読書灯ということで。おお、これ飛行機のところみたいな感じで、こう、今昼間だからわかんないですけど、これ夜だったら結構明るいんじゃないかな。これ夜もちょっとやってみましょう、このライト系は。これも、うお、つく。え、カラーも選べるな。これカラーって書いてあります。うん、これ夜だな。これ夜やりますから、皆さん楽しみにしてください。こっちも同じだな。こっちもこういう感じで。へえ、これはいいですよ。これなんだろう。あ、ここにはエアコンそれぞれの調整があるという感じですね。
これね、このアルファードすごいのね、あのスマホついてるんですよ、ここにこうやって。で、あ、ここでできるんだ。こうやって4とか、あ、ついた。これ消した。なるほど、読書灯とかもある。イルミネーション、テーマカラーの変更、ライトブルーとか。あー、ラッキーカラーがブルーだからこのままでいいかな。いや、グリーンもラッキーカラーだからグリーンに変えとこう。うん、カスタムとかできるんですね。これ前のアルファードとかもね、後ろになってましたから。あ、これ右の席もできるんだ。あ、シェード、右の席、右側ん、あ、閉める。え、全部自動じゃん、すごっ。これ開ける、開きますよ、こうやってで、ね、へールーフも、あ、両側もできるということですよ。オーディオもオンにできたりね、エアコンも調整できるし、これすごいのね。もちろんこれ調整記録もできるんですね、メモリーで。俺はこの席だ1、私はこの席2ということで、次エアコン、エアコンも設定できるということで。うーん、いや、すごいですよ。これ、マッサージ機能ついてるということで。マジかよ。こういう感じ。王様になった気分になるということですよ。はい。ちょっとここに置いてみようかな、こうやって。新着ニュースがあります。タッチすることで詳細を確認できます。あ、マッサージされてました、今。すごいすごい。これ、マッサージ機ついてるんだ。お尻、今、お尻。お尻太ももの後ろって来てますよ、これ。よくこう寝てね、起きたら足つる人いるでしょ。水分不足って言ってますけど、水分不足じゃないです。あの、これね、むくみでね、甘いもの食べ過ぎてるからね、なるんですよね。そういう人は早食いをやめたりね、胃腸に負担をかけないと、つらなくなりますから。ね、鍼灸師もやってるんですね、私ね。うん、おー、ということでマッサージ機能止めましたよ。ここ開くんですけどね。見てください、これテーブルが出てきましたよ。テーブル、こういう感じでね。え、これ見て、こういう感じで鏡ついてるって。これ必要あります？これ、ここで鏡って。女性は嬉しいですよね。男性はこんな自分の野郎の顔見ても仕方ないんじゃないかなと思いますけど、トヨタ大丈夫か、こんな野郎の顔映すためのこの機能。これだけでも5万円ぐらいしそうだな。これいらないな、これ。この機能はいらなかったです、トヨタさん。これはいらない。うん、この机までは良かったけどね。これこんな感じ。おお、ここのボタン押してこうで、ドリンクホルダーいいですよ。あ、ここももちろんシート、あ、映ってなかった。ここももちろんシートヒーターがあるということですよね。ここのシートヒーターを、ヒートヒーターじゃなくてシートのこの調整もできるということで、おお、完全に寝れるな。すごい。どうかな、伝わりますかね。いやー、これはいいですよ。ね。うん。これ閉まって、うん。ね、ちょっと閉まりますか。閉まって、ここ閉まって。そういうことですよ。あとね、この下、オットマンもこれあるということで。ね、足だいぶ伸びますよ、これ。うん。うお、これ全部行くじゃない。あ、これで前の席を倒せばいいんですね。これ車ちょっと足で押っつけようかな。ぐーっと。ダメだ、動かない足じゃね。あ、ちょっと汚くなっちゃった。新しい新車ですから、
ね、綺麗にしましょうということで、これ何なんだろう、うん、まあ、なんか不思議な機能ありますよたくさん。いやーいいなこのオットマン、オットマンついてるって最高じゃないですか。これ運転後席の人いいですよ。まあもっぱら私運転手ですけどね、うん、誰か乗っけたいもんですよ、うん、ゴミ箱かな、ゴミ箱ついてますよ。お、AC100 の 1500W ですって。これ電子レンジいけるじゃん、電子レンジね、ドライヤーもいけるし、銭湯行った後30円とかでね、ドライヤー使わないといけないから、ちょっと持ってない時ありますよね、小銭。ケチってね。うん。その時とか、この中でやったらいいですよ、すぐ出てね。HDMI もついててっていうことで、これ前の席で見るんでしょうね。テレビ、ここね。これね、テレビオプションつけたと思ったらつけてなかったんだよな。こう見ないからね、どうせ功績考えてなかったんで、あんまりまあいらないですよね、そんな見ることないですよね、スマホだから。だから多分つけなかったんでしょうね、うん、まあいいでしょうということで、だいたいオプション系はつけたんですよね。じゃあ次は夜のね様子も内装を届けます。